僕はもう小さい頃からずっと、まあ、好きなことではないですけど、まあ、それが職業になって今こうしてやらせてもらってるので本当にラッキーだったなと思ってますし、うん、本当にその好きなことのただやってきたみたいな感じの人間なので、はい、あんまりそのなんでしょうね、すごいことやってるみたいなことは自分の中ではないですし、本当に、まあ、もっとすごい選手たちを見てみたいなという気持ちでずっとやってきたので、まあ、まだまだ上には上がいますし、まあ、今もそういう気持ちで、まあ、トップに立てるように頑張りたいなと思ってます。まあ、シーズン中はほとんど思うようにいかないことばかりなので、まあ、やっぱりどうしてもできなかったことの方に目が行きがちですし、どうしてもこの、まあ、やれたことに対してあまりすごくやれよかったな、今日よかったなって思うことの方が少ないので、どちらかというとあここもうちょっとこうできたよなっていうことの方が多いので、まあ、シーズンが終わってみていいシーズンだったな悪いシーズンだったなっていうのはありますけど、基本的にはシーズン中は今日悪かったところをまあ明日改善していこう、まあ、その積み重ねでシーズンが終わってよかったなっていう感じなので、まあ、怪我あったりとかいろいろありましたけど、まあ、終わってみれば全てよかったなって今のところは思ってます。そうです、まあ、自分ではできると思ってもちろんやってるので、やってるというか、まあ始めましたし、まあ続けてきてるので、まあ多くの人は多分無理だろうなって思ってたとは思いますけど、まあそこで変えなかったのは正解かなと思ってます。まあ自分ができると思えばやれるんじゃないかなって思ってるので、まあ流されずに良かったなと今では思ってます。本当ですね。本当やっぱりこう自分を信じてあげる力っていうのも大事になりますね。そうですね、まあ、そういう性格だったので、まあ、そこも良かったのかなと思うんですけどあんまり気にするようなタイプではなかったので、はい、まあ、良かったなと思います、はい、僕はメジャーリーグにいて5年間ポストシーズンに進んだことがないので10月に野球やったっていう経験がないので、まずはそこですね。やっぱ10月までしっかり最後のシーズン終わってから、そのポストシーズンをしっかりこう戦いたいなというのが、まあ一番の目標というか、そうですね、チャレンジになるんじゃないかなとは思いますし、どちらが好きかは、はい、練習はバッティングの方が好きですね。あ、そうですか。なぜかというと、まあ、例えばマシンでもそうですけど、まあ、相手がいるのでマシンもそうですし、まあ、バッティングピッチャーだったりとか、まあ、あとは何でしょうね、それによっていい結果がいいホームランが打てたなとかあるんですけど、あまりブルペンのピッチングって、まあ、キャッチャーいてくれるんですけど、はい、まあ、バッターが打ってくれてるわけではないので、なんとなくその打たれたな打たれてないな、良かったのかな悪かったのかなっていう違いがよく分かんなかったりするので、まあ好きではないわけではないですけど、あんまり面白くないなと。試合の方は逆に結果が出てくるので、あ、これはいいんだな悪かったんだなっていう、その結果が分かる回答がくれるので、そこはまあ面白いなと思うので、ゲームの方はピッチャーの方が面白いんじゃないかなとは個人的には思ってます。